ジェットブラストディフレクターは、ジェットエンジンの噴射する高温の排気から人や物を防護するための装備及び設備である。単に、ブラストディフレクターと呼称、表記される場合もある。ブラストシールドとも呼ばれる。第二次世界大戦後、ジェットエンジン搭載航空機が運用されるようになると、ジェットエンジンが発生させる高温高圧の噴流が機の後方に向かって、 噴射されることが問題となった。これは中期上で作業を行う車両や作業員に対して危険であるばかりでなく、噴射される方向によっては飛行場の設備や他の機体を損傷させて事故につながるため、これに対する防護設備が必要となった。また、地上においてジェットエンジンの試運転を行う際にも同様の危険が発生するため、エンジンを整備する施設においても、 同様の設備の必要性が生じた。このために飛行場に設置されたのが JBD である。なお、ジェットエンジンではなく、ロケットエンジンの噴射に対応するためのブラストディフレクターも存在する。金属製のジェットブラストディフレクターソウル空港のモノコンクリートもしくは金属製で、ジェット噴流を遮れるように垂直に立てられた正方形。 または長方形の板状の構造物であるが、分流を遮るだけではなく安全な方向へ逃がすため、髪型に向かって傾斜のついた構造になっていたり、基部が髪型に向かって円弧状になっているものが多い。コンクリート製のものには、耐熱性や強度を考慮して、板状ではなく円体様の構造物となっているものも、ある。金属の板で作られたものの中には、 原因者による移動が可能なものも存在する。金属製のものはブラストフェンスとも呼ばれる。当初のジェットブラストディフレクタークバマイナス60、サラトガの竣工時に装備されていたもので、気頭式ではなく90度回転させて、甲板下に収納する方式となっている。現代の空母に装備されている気頭式のジェットブラストディフレクター航空母艦の 飛行甲板上に設置されている支援装備で、主にカタパルトのスタート位置後方にあり、ジェット航空機の射出時に展開する。その用途は、地上用のものと同じく射出するジェット航空機の噴気から、後続機や周囲の作業員等を守るものである。第二次世界大戦後、ジェットエンジンを搭載した航空機が艦上機として、空母で運用されるようになった頃、 ジェットエンジンの噴気や炎熱によって事故が続出し、事故防止のための措置として開発された。当初は正方形の小型のものであったが、航空機が大型化し、エンジンが大出力化するに従い、JBD も大型のものとなってゆき、爆される熱に耐えるために冷却機構が装備されるようになった。JBD は、 航空機がカタパルト射出位置に到着するのに合わせて展開されると同時に内蔵されている配管にレース。これによりジェットエンジンからの噴気及び炎熱から JBD 自体を守る。航空機がカタパルトから出された後は飛行甲板に収納され、後続のジェット航空機が所定の位置につく邪魔にならないようにする。そして後続機が所定の位置についたなら、 JBD は再び展開される。なお、空母に装備されているものと同じ JBD が地上設備として設置されている例もある。これは、ジェット艦蒸気の開発や試験の際に空母と同じ環境で実際のテストを行うための設備である。ありがとうございます。